であります。ストップカジノ横浜市長共同アクションの代表青島さんよりご挨拶いただきます。昨年来のコロナ禍の中で本当に厳しい生活を強いられているかと思います。今日は久々の快晴ということで絶好のパレード日和になりました。 いよいよ横浜市長選が行われます。私たちは選ぼう火事の反対の市長を一本化された反対の方を実現してぜひ横浜に火事の反対の市長をということで本日、パレードを行います。私は怒りに満ちております。このような横浜市政を変えていけるのは民主主義のご主人様たる横浜市民の皆様以外にありません。神野ですよね。自分でもちょっと変と思ってるでしょ。もう横浜市はねカジノにたくさん人が来てお金を使ってるっていうことを期待してるんですよ。わかりました。じゃあこんなイメージですよね。カジノに来るお金持ちのイメージです。何それ、それにそれって何を持ってるわけ。あとワイングラス、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 また赤いワインが入ってる。ね、他の IR とか、ね、施設の赤字を埋めたりとか横浜市が期待する税収を得るにはねカジノで700億円も売り上げなくちゃいけないんです。でそれをね横浜市民の350万人で、ね、単純に割ったとしても1人当たり20万円も使うっていうことなんですよ。今年の1月に皆さんのいただいた署名の重みをしっと受け止めて市長選ではカジノを反対する、ちゃんと今の住民自治が守られる市長を誕生しようということは一致しています。ただ残念なことに未だにその名前を発表できないのは本当にじくじたる思いです。でもそこでやっぱり皆さんの思いがこうやって伝わっていくことでね、私たちも本当にその思いを受け止める市長を何としても誕生させたい。社民党の森英夫です。今日は近くでミャンマーの方も訴えていました。今ミャンマーでは軍事政権によって市民が多く殺されている、このような状況に対して私たちは何ができるでしょうか。多文化共生、そして全ての国や地域の人々と仲良くしていく、こうした発信をしていくこと、私は憲法理念が生きる政治が今こそ必要だと思います。はい、1問目、
横浜カジノ IR の誘致先は山下公園である。丸か×か。あ、丸が多いんですけど、正確にはですね、山下不等となっておると思います。早速引っかかっていただきましたね。はい、はい、じゃあ次2問目いきます。カジノ IR のカジノ部分は全体面積の 3% までとされているが、儲けのその全体の儲けの中のカジノに期待される儲けの割合は3割程度と見込まれている。丸か×か。はい、これ×ですね。横浜市は明らかにしないんですけど、シンガポール等のすでにできている IR の例で考えますと、IR という仕組みはカジノから7から8割の収益を上げることを前提に運営されています。つまりカジノで金を落とさせないと、経営が成り立たない仕組みになっているんですね。お金がないからカジノで、カジノ誘致で税収をと、横浜市長は言いましたが、じゃあ市民のために関内駅前一等地にあった旧市庁舎を77億円の、まあ、納得できる価格で売り払った。丸か×か。はい、もうご存知ですね。これですね。新たにこれ手に入りました。×です。答えはなんとその100分の1の7700万円です。僕でも買えるかもしれない。館内あたりのマンションよりも低価格で密かに売り払われてしまいました。今その問題で、市民から訴えられている状態です。怒りを持って立ち上がる、これは愚か、命の逆襲、街へ飛び出せ、打ち埋め尽くせ、これは愚か、命の逆襲、命つなぎ止める日々に追われて、明日がいつの間にか擦り切れていく、夢を奪い触って罪に問いやる、偽装戦争にまみれた世界、お前の痛み、世界の痛み、俺たちの痛み、つながりが生まれ始まる、燃え上がるエネルギー、怒りを持って立ち上がる、それはポロロか、命の逆襲、街へ飛び出せ、お疲れ様です。カジノ反対、あるいはカジノに、ぜひは市民に決めさせろ、この場でも何回も何回も訴え、そして皆さんに署名をお願いをしてきました。本当におかげさまで、20万を超える署名集まりました。法廷は6万3000ぐらいなり、3倍以上の数を集めました。磯子区でもカジノをどうしても止めたいということで、磯子の市民は約1万を超す署名を集めました。大変残念な結果でしたけど、この恨みつらみは市長選で果たす以上ありません。横浜市長選挙でぜひカジノの引きつけて、私たちの街を本当に安全な街にしましょう。大船駅でですね、スタンディングを11時から12時に行いまして、それにここに駆けつけました。私たちは毎月ですね、スタンディングという形で市民の声をですね届けるために駅でですね行っております。
私は浜マッ4代目です。今日はですね、インクルーシブっていうお話をしたいと思います。インクルーシブ分かりますか？例えばインクルーシブな公園っていうのは誰でもが利用できる公園なんです。年寄りも小さな子どもも、身体障害者も誰もが遊べる公園をインクルーシブな公園と言います。こういうものを行政が作らなければいけないんです。行政っていうのは常に施策がインクルーシブじゃなきゃいけないんですね。では横浜市が何を今やろうとしてるか見てください。カジノってインクルーシブですか？インクルーシブじゃないです。カジノっていうのは特定のお客さん、お金持ちですね、お金持ちのための施設なんです。それを横浜市が作ろうとしてます。これは基本的にですね、まあ、国もそうなんですけども大きな間違いなんですね。はじめまして、カジノができても委員会と申します。ツイッターにカジノができても委員会というアカウントを持っております。ただいま横浜カジノ反対デザイン祭りというのをツイッター上で5月31日まで募集しております。ぜひ皆さんもハッシュタグ横浜カジノ反対、これをつけたデザインをぜひ、ツイッター上で上げていただけませんか？しましたら、ゾノ花パークまでですね、挙手と、されていきたいと思います。今日はあの伝えていただきたいことはですね、8月22日に横浜市長選挙があるということ、そして、間もなく登場するであろう、横浜あのです、ね、カジノを止め、横浜市民に寄り添う、そういった候補者にですね、みんなでその投票してカジノを止めましょうということを伝えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。取り落としてパレードを行っていきたいと思います。救援して亡くなる方がいてもおかしくありません。ワクチン頼みではなく PCR 検査をもっと広げること、医療や介護の現場に人を増やすこと、
地の有志や再開発ではなく、市民の命と暮らしを守るためにもっともっとやることがあります。すごいですね、これね。ぼったくりのいいところですよ。皆さん、全国には必ず行きましょう。町の誘致に反対する人、コロナ対策を進める人、これで町の誘致は業者と契約を結んでいけば最低でも35年と、その契約は長期に及ぶものです。横浜市内でも676年バスで亡くなる方が住むおかしくありません。生活壊す神のはいらない。そうすると今私たちに必要なのはコロナの対策です。休養日や飲食店の時短短縮、それは市民へのお願いで対策ではありません。また自宅で休園して亡くなる方がいてもおかしくありません。病気はコロナだけではありません。風水部が現場についても30人以上発生先が見つからなかった事例も。だけど皆さん、選挙には必ず行きましょう。横浜壊す火事はいらない。横浜壊す火事はいらない。カジノの予算で検査を決めて、カジノの予算で検査を決めて、時代にカジノはいらない。コロナの時代にカジノはいらない。コロナの時代にカジノはいらない。カジノの予算は2両に控え、カジノの予算で検査を増やせ。救急車が現場についても30分以上搬送先が見つからなかった事例も1週間で80件にもなっています。嘘をつく政治家が多くてもういい加減にしてほしい。だけど皆さん、選挙には行きましょう。カジノ誘致に反対する人、カジノの予算で検査を増やせ。カジノの予算で休業補償。カジノの予算で休業補償。カジノの予算で修学校給食。カジノの予算で修学校給食。市民の税金、市民に使え。市民の税金、市民に使え。カジノを進める菅はやめろ。カジノを進める菅はやめろ。カジノの予算は医療に使え。カジノの予算で検査を増やせ。カジノの予算で検査を増やせ。カジノの予算で休業補償。横浜の未来をみんなで決めよう。横浜の未来をみんなで決めよう。市政選挙は8月8日発生日、22日投開票で行われます。市政、民党、公明党が出席しました。企業や介護の現場に人を増やすこと、コロナで止まっている人たちの生活保障、カジノ誘致や再開発でなく、いらない、どこにもいらない、どこにもいらない。カジノを止めよう、カジノを止めよう、みんなで止めよう、みんなで止めよう。横浜壊す、カジノはいらない。コロナの時代にカジノはいらない。コロナの時代にカジノはいらない。コロナの時代に